皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。リコちゃんです、よろしくお願いします。そしてドビーです。はい。また出たかこのデブ。デブじゃねえ。最近はギコちゃんはさ、チャンネルとしてこう時事ネタを扱うようになったじゃないですか。どんぶりさん、なりましたね。ね、ガチャ引かなくなったじゃないですか。引かなくなったね。え、なんて。そう、引かなくなったのよ。うん、だけど今日はちょっと久しぶりにね、なんで引かなくなったかっていうと、現状めちゃめちゃ持ってるじゃん、キャラクター自体。俺はあんまり、そうだね、そう、引く意味がぶっちゃけなくて、もうほぼほぼコンプしてるよね。ほぼほぼコンプしてるから、なのでまたね、キャラクターが増えてきたらバババーっと引いていこうと思うんだけど、うん、まあガチャを引くということは、どんぶりさん、どういうことか分かるかね。どういうことなの、ガチャ動画になるってこと。持っていないキャラを手に入れるってことじゃないですか。うん、あ、そうだね。ね、うん、シンプルに。どんぶりさんは今のガチャで欲しいキャラクターがいるって噂を聞いたんだけど。いるね。何ですか？チャック・ザ・リッパー。オーマイ・ガッシュ。あんなおじさんが欲しいのかね。おじさんだ。もともとおじさんであるわ。うん。まあ、実際はね、おじさんだけどね。うん、わかんないけど。まあ、そんだけでガチャ画面を見せてくれよ。ガチャ画面を。ああ、いいね。今日は、うん、ポラリス、ファウスト、チハヤの日で、で、チハヤってキャラクターは、うん、ぶっちゃけ、闇時2かなの4手目に置いてあげれば、基本2手で終わるんだよ、神殿が。2手で終わっちゃう。闇時2手。遅くて3。うん、だから最短で2手で終わるから、まあ持っててもいいんじゃないっていう。欲しいね。うん。それ星ガリスでしょ、さすがに。星ガリス。ポケモンじゃないか。ポケモン。よくわかったね。で、ジャック・ザ・リッパーを持ってないし、その隣の子も持ってないんじゃない、うん、それなんだっけ名前、その、ジャック・ザ・リッパーの右。あ、左はメモリーだ。そう、右はなんだっけ、左がメモリーで。ああ、貴重だ。貴重だった。貴重も持ってないね。持ってないね。そう、メモリーも強いよ。じゃあ、この3体、どっちかが当たれば当たりだね。うん、ジャック・ザ・リッパーの。チハヤが当たりだね。チハヤが当たりか。チハヤは当たりだと思う。持ってないんだ。一応持ってないからね。そう。じゃあ今日は、どんぶりさん。はい。そいつを引いていくことでよろしいですか？よろしいですよ。そいつを引いていくということでよろしいですか？はい。イエス！それでは、レディー、ゴー！ガチャリよ。いいよ。お、なんか10連から行くんだね、シングルじゃなくて。これ一回やってから10連やろうか。シングル、オッケー。24% だからね、どっちも。ストライクショット確定くればな。 24% あちあちだからな。来ないで。あ、花火来てる来てる来てる花火来てる花火来てる。おいおい、やめろよ押すの。キャラクターが飛んじゃうから全部。飛んだ全部飛んじゃうから。ちはややった。すげえ。マジ来てるよ、花火が。どういう引きしてるの？すごいんだけど。すごいね。これで最初飛ばしちゃったけど。うん、ブラックリリーも、ラウロラだったかな。豪絶で使えるキャラクターだから、強キャラ人気ですよ。押すことに花火の拍手が出るから、ちょっとうるさいでこれ。うるせえな、それ。あー、いいじゃん。いいね、最初から。いきなり血早。うん。シングル。24%。おーす。ぶっちゃけね、うん、もう、引かなくていいんじゃないかな。すごいよ。ん？はい！ジャック・ザ・リッパー。ここも当てちゃう？まさか。当たるでしょ。24% だから。え？いや、ジャック・ザ・リッパーじゃん。ちげえよ、これ。ドタイ化した加工トンでした。残念。まあ、今日は、別に、ピックアップではないんだよ。ジャック・ザ・リッパーとメモリーと、あと誰だっけ。うん、機長か。機長か。うん。違うんで、まあ出やすいわけじゃないけど、どうする？欲しいね、ジャック・ザ・リッパーが。あ、そう、見た目的に。あ、もっと右見して。もっと右、うん、ああ、いろいろ、あ、え？持ってないんだ、そこら辺。この辺持ってないんだよね。ああ、当てたいね、じゃあ。奥まったところ持ってないんだよ。ねえ。え、なんて？今なんて言った？奥まったところ。奥まったところ。うん。欲しいんだよね。まあ、任せますよ。無課金オーブですから。そう。当然ながら引くでしょ。当然ながら引いていく。当然ながら引いちゃう。がつくな。引いちゃう。
セクション。まあ20連目だね、こいつですね。20連目です。うん、止まるかな？止まれ。止まるかな？止まるかな？はってはってほほー。ふざけんな。ふざけんなよ、これ。おめでとうございます。フォーも500個。いいね。さあ、どうする？いきますよ。おー、いいね。勢いいいね、今日。173個になったけど。うん。ほい、ジャック・ザ・リッパー。そういえば、どんぐりさんさ、え？先日40歳になったでしょ。ああ、5月9で。うん。ごっくんの日で。いやー、すごいっすね。うん。40歳独身。あ！止まんないね、でも。なかなか。持ってんだルイス・フロイスかな。おルイス・フロイス。ねえ。どうですか、40歳になって。けど、どうすかって。特にない？新しい自分は。あ、ないんだ。ないよ。そうか、そうか。俺も来年、ね、うん。約、うん、あと1年後、40歳になるんで。楽しみだなぁ。どんぶりさん友達40歳になるのが。40! 40! 40の記念。あ、今ストレッショットって言わなかった？言わなかった。言わなかった？うん。これ止まってくれよ。これ40歳ショットだよ。あ、やばいよ、40歳ショット。あ、やばい！うわ、おめでとう！爆死が多いね。Happy birthday to you!Happy birthday!ピピピピン。ハッピーバースデイリア。ふざ。もうピーですもんね。ハッピーバースデイ。ふざけんなっつって。めんどくせえなそれ。ファントム。ファントムっていいの？いや弱いっす。めんどくせえなそれっての。編集の話すんのやめてもらっていいですか？本当に。一旦戻って。一旦戻って。こうすると。こうすると。ちょっと。乱数調整？そう、乱数調整。ぶっ殺すよ。なんでだよ。これでもう出るでしょ。いいね。中濃いストライクショット。中濃いストライクショット、センキュー。そんな求め方じゃ何も来ないよ、そんな。なんだよ。そう、女の子と一緒。彼女と一緒。彼女募集オーディションと一緒。何でも来いってたら来ないから。ね、ほら。ほら。ほら。男しか来なかった。うわこういうことだよ。トンちゃん。ひどいね。ひどいね。じゃあ、虚無感。虚無感。もう、なんもないや。虚無に聞いてもでいい。君の名は、虚無に聞かい。虚無。虚無ハザード。うわはい、虚無ふざけ、全部欲しいよ。ふざけんね。おめでとうございました。もう弾けないじゃん。もう弾けないよ。まあ、リドラガン溜まってるけど、これは今度でしょ。また今度ね、うん。まあ、そんな感じで。まあ、とりあえず、ちはや。うん。早く、鍛えた方がいいぜ。ちはや。あ、ちはや。せっかく手に入ったんだから。今、モンスターボタンポチッと押して、ボックスから、ちはやって検索して。そう。そういうことなのよ。ちはうわイナバウアーみたいなじゃん。進化させた方がいいぜ。進化させるね。うん。進化おじさんだから、進化おじさん。右の重心か。これか。違う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 。いいえ。真ん中のタブを右にして。これか。そう。それでアイテムですか。はい。はい。強いよ、この子。で、レベルアップさせてあげて。いいね。いいよ。強化素材、センキュー。で、ちょっと最後にやってほしいのが、神殿で4手目にそのフレンドを置いて、それクエスト、クエスト、ノーマル育成で、一番後ろの神殿、英雄の神殿、なんだこの初心者の説明みたいな、ね、闇の神殿、ここ闇の神殿の2、一番上キャラ変更して、それちはやにする、あの感じで、ちはや。そう。それにして、で、それ選んで。で、一括編成して、ひどいメンバーだ。で、出撃。シュッポッポ。これ、うん、まず、右打ちの横勘で上に上がっていくんだけど、ちはやに当てて上に上がっていく感じ。横勘で。薄く。薄くていいよ。
横間で千早に当てて、そう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 、そうすると倒せる。で次は、横間で千早に当てる。スライムは千早、千早に当てる。で終わり。え、マジでこれやばいっしょ。やばいね。これ知らなかったでしょ。まあ、初心者みたいなもんですから、あなたはまだ。ああ、これは。そう。新しい発見だね。そう。いや、新しくない。もう結構もう、昔からやってるみんな。ちはや出たあたりから。うん。すごいね。まあ、そんな感じで、これできるんで。君はね、神殿の最強キャラを手に入れた。神殿の王者になったってこと、ね、うん。そう。お前は神殿の王者だ。だから、最後にちょっとさ、ちはやをゲットした、その感想、みんなに言っちゃってよ、パッと。じゃあ、どんぶりさんのちはやの感想まで、3、2、1、キュッ。気持ちよく思います。